二川駅。二川駅は、愛知県豊橋市大岩町和座南元屋敷にある、東海旅客鉄道、JR 東海東海道本線の駅である。豊橋市の東南部、旧厚見郡、二川町駅に位置する。東海道本線を走る普通列車を中心に停車し、1日あたり、約3000人の乗客がある。1896年、明治29年に、開業。 1987年、昭和62年に、日本国有鉄道、国鉄から JR 東海に継承された。また、青空フリーパスの東海道本線の東端である。二川駅は1896年、明治29年4月7日に開業した。二川駅を挟む、東海道本線の浜松、大府間が開通したのは、 駅開設の8年前にあたる1888年、明治21年のことである。この時、江戸時代に、東海道の宿場町、二川宿として栄えた厚見郡に村、大岩村の両村には、宿場の町並みのすぐ南側に線路が付設されたものの、隣の吉田宿、現、豊橋市、豊橋駅を、設置とは異なり駅が設置されなかった。二川周辺には、 多くの村があり人、物資の利用が見込める、隣の豊橋駅、和志津駅とは、距離があるとの理由で、翌1889年、明治22年二川では、駅設置の請願を行った。この請願は成功しなかったようだが、1893年、明治26年に、再度請願運動が行われ、これは成功したようで、駅開業の運びとなった。新設された。 二川駅は、町並みの中心部から約1キロメートル、生端から300メートル西へ離れた場所に設置された。所在地は大川村大和大岩、旧大岩村であったが、調整志向や合併により1893年、明治26年から大川町大和大岩、1906年、明治39年から二川町大和大岩となり、最終的に1955年、 昭和30年に豊橋市大岩町となって現在に至っている。駅開設時に建設された木造駅舎は100年以上の長きにわたって使用され、東海道本線では最古の駅舎となっていた。しかし老朽化により改修が必要となり、1998年、平成10年から京城駅舎、南北自由通路の建設、駅前広場の整備、 駅南方にある豊橋総合道植物公園へのアクセス道路新設などが一体となった二川駅周辺整備事業が開始された。この事業により2002年平成14年2月に京上駅舎が完成、4月には南北自由通路の供用開始がなった。2003年平成15年3月までに駅前広場や公園へのアクセス道路が完成し、2004年 平成16年3月に南口の自転車等駐車場が完成して事業はすべて終了した。一方、木造駅舎は2000年、平成12年に営業を終了した。2006年、平成18年に JR 東海では IC 乗車券とかを導入した。二川駅はこの時からとかに対応している。ただし当初は、 二川駅から豊橋、名古屋方面の区間でしか利用できなかった2008年、平成20年から浜松方面の区間での利用も可能となった二川駅はホームが地上レベルに設置された地上駅であるホームは2面3線ホームの形状は片側にのみ線路が接する単式ホーム1面1線と両側に線路が接する島式ホーム 一面二線が混在する。ホーム番号は北側から順に1.23番線と割り当てられている。1番線は浜松方面行きの上り列車が使用し、2.3番線は豊橋方面行きの下り列車が使用する。ただし、旅客列車では3番線の使用頻度は少なく、使用するのは最終列車のみである。ホームの使用状況を表で示すと、以下の通りである。 1>, 1番線と2番線の間にはホームに接しない線路があり、上り貨物列車が主に使用する。駅舎はホーム上空に設置された京上駅舎であり、改札口はホームの上階部分に設置されている。改札口と各ホームは階段のほかエレベーターでもつながる。駅舎は南北自由通路を併設。北口と南口があり、 地上と改札街を結ぶエスカレーター、北口のみエレベーターがそれぞれに設置されている。駅舎のデザインについて、JR 東海は、二川地区は、東海道の宿場町として、現在でも古い歴史の面影をそのまま残す地区であり、駅舎の改築にあたっても東、三河んの木材を使用するなど、伝統である和の微細、木質のイメージと、メンテナンスも考慮した、無機質。 透明というモダンなイメージの融合に努めた。と述べている。運営形態は、業務委託駅で、管理駅の豊橋駅の管理下にある。駅舎内には JR 全線切符売り場、自動券売機、車椅子対応トイレが設置されている。また、2015年3月31日まで、東海キオスクが運営するキオスクが営業していた。2011年3月改正時点で、 二川駅には1時間あたりおおむね上下各3本の列車が停車する。大部分が豊橋方面と浜松方面を結ぶ普通列車で、あるが豊橋を越えて名古屋方面へから直通する特別海、新快速、区間快速も停車する。これらは豊橋、浜松間は各駅に停車。国鉄分割民営化直前の1987年。 昭和62年3月14日まで、東海道本線の豊橋駅、新城原駅間に、新城原駅から天竜二俣駅、旧東都海二俣駅を経由し、掛川駅へと至る国鉄二俣線、現、天竜浜名湖鉄天竜浜名湖線の列車、末期はキハ20系機動車が直通しており、当駅にも停車していた、道線の天竜浜名湖鉄道への転換。 翌日実施により、直通列車は廃止され、機動車の乗り入れ停車がなくなった。二川駅の2016年度における乗車人員は年間約112万人、1日平均では3066人である。1950年度から2016年度にかけての乗車人員の推移は、下表の通り。JR が発足した1987年度の 時点では、乗車人員はこれよりも少なく、年間約74万9000人、1日平均2045人であった。この後6年度連続で、乗車人員は増加し、1993年度には、年間約96万1000人、1日平均2633人、と、約1.3倍増となった。翌年度から減少に転ずるが、2000年度から、 再度増加に転じ、2003年度に年間100万人を突破、2004年度には年間約102万5000人、1日平均2810人となって1987年度と比較して約1.4倍の値まで増加した。翌年度から2010年度に至るまで年間100万人を下回り続けていたが、2011年度は年間100万人を回復した。 1. 1県統計は愛知県統計年間、市統計は豊橋市統計書の略。2. 文献の数値は順連を考慮していないため、左の数値を366で除して直接算出した。1950年度から取り扱いが廃止された1979年度までの貨物取り扱い量、発送、到着トン数は以下の通りに推移していた。 1975年度から取扱いが廃止された1983年度までの荷物取扱い量、発送、到着個数は以下の通りに推移していた。北口側の二川駅前交差点を東西方向に横切る道路がかつての東海道である駅前の一部は愛知県道404号小松源寺川停車場線。東海道を東へ向かった場所が 旧二川宿の町並みで、駅から1キロメートル東の場所には、本陣、豊橋市、二川宿本陣資料館が残る。町並みの周囲には、大岩寺や二川伏見稲荷、魚一木桜が咲くなどの実写が点在している。二川駅前交差点のさらに北側にある、二川駅北交差点を東西に横切るのは、愛知県道3号と豊橋湖西線、縦岩街道である。 東へ向かうと、二川病院、二川郵便局、豊橋市立に川小学校があり、西へ向かうと、豊橋市地下資源館、山中二川フランテ館、スーパーマーケットがある。駅北側には東山があり、その西側には岩屋山がある。岩屋山には、大岩寺の仏像岩や観音が立つ。駅の周辺では、東海道本線のすぐ南に接して、 東海道新幹線が通過する。駅の南口は、新幹線の線路の南側に設置されている。南口から南へ伸びる道路を進むと、梅田川を渡って、国道1号と交差し、さらに南下すると、豊橋総合道植物公園、のンホイパークの東口前に達する。一方、国道1号を西へ向かうと、ラウンド1豊橋店、裏くせいか豊橋工場、 伊藤ハム、豊橋工場があり、東へ向かうと、シンフォニアテクノロジー、豊橋製作所がある。北口前に、二川駅バス停があり、豊鉄バス二川線と、コミュニティバス東部東山線の2路線が発着する。かつては、豊橋駅から、二川駅、潮見坂を経て新居町駅へと至る JR、東海バス浜名線が存在した。この浜名線は2002年、 平成14年9月30日限りで運行を終了、翌10月1日から豊橋鉄道、現、豊橋鉄バスと小西市自主運行バスに分割して運行を継続している。二川駅は東海鉄道事業本部直轄の駅であるが、隣の新城原駅との間に境界があり、同駅は静岡支社の管轄である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。